ポンちゃん。おはよう、ポンちゃん。ポンちゃん。うん。ポンちゃん。ポンちゃんが、ちゃんくん。うんうん。ポンちゃんくん、おはよう。うんうんうん、目合わさないね。そうだよ。はい。ね、ポンちゃんもジャン君顔はカメラの方向けません。まあね、ちょっと。呼ばれた。はいはい。はい、こっちも呼ばれたね。はい、今日も一日始まりまーす。おい。はいはい、ついてくる、ポンちゃん。はい。びっくりでございまーす。ちょっと待って、ちょっと後ろに下がってみるよ。でかいんでしょ。この大きな箱は何ですか。また何かいただいてしまったようです。しかもなんかすごそう。これね、ジャン君とポンちゃんのやつだよ、きっと。ほら、ちょっとじゃあ開けてからご紹介します。近いところから、どんどん、どんどんやってきますね。だんだん。これは何？クマ、猫？にゃんこじゃない？ひんやり冷たい、お昼寝ジェル枕。ああ、にゃんこのね。猫がこの上で、あ、ポンちゃん、ポンちゃん、ペットちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、乗るやつ、ちょうど乗るやつ来たよ。いいね、ポンちゃんにちょうどいいね。はい、そしてこの小さい、これは何かが入って、なんかかわいいね、いるものね。はい、かわいいキノコもあるし、ここは何でしょう。あ、これはきっと私よ。はいはい、猫の肉球の何かですな。あ、クリップ、クリップ、あ、なんかプニュッとするクリップみたいなやつ。ほんと肉球クリップって書いてある。はい、これいろんな柄があるんだね。何かを止めてください。じゃあこれだよね。あ、柄が違った。こっちはミケ、こっちは白猫、白猫ちゃん、ミケ猫ちゃん、はい、ということで、ずっと映っているのに触れていない、これね。これも、折りたたんで腰枕スタイルに、あー、腰にいいのね。あ、これが使用方法というか、ね、ほー、黒犬の腰にいい感じなのかな。どういうことなのかしら。そう、ほら、ずっと座ったりしてるからね。座ってるどころかゴロゴロしてるけどね。うん、そう、ゴロゴロすると、ほら、こうやってゴロゴロの時はこうして、はい、ほら、お腹の下に。ありがとうございます。いい感じ。そして気になるのはこれ、スワンサイダー。あ、これマッ明治35年じゃん。ごめんね、マッサージになってるんだ。でも動きはしないでしょ。だってほら、電気がついてるよ。電気付きがついてる。これ俺じゃなくて、うちの母に。お母さん自分のやつ持ってるよ。なんかすごいやつ、でっかい、ゴイーンと音もするやつ。立派なやつ持ってるよ。どうもありがとうございます。気遣いいただいて、ね、はい、そして私も作ろう、なんとかサイダー、スワンサイダーです。めっちゃちょっと可愛いラベルのね、デザインが可愛い。こういう古い感じのやつ好きです、うちはね。かわいい、すごいかわいい、はい、そしてこれは、今時ですね、除菌クリーナー、猫トイレ用。あ、そうそうそう、はい、ライオンから出てるんだ。そうそう、これにゃんこの有名な、ほら砂もあるじゃん、このシリーズ。なるほど、うんうん、人気なやつね。そしてそしてこれは除菌のシートだね、ウェットティッシュ、ありがとうございます。そこにシール、マスキング素材のシールだから貼って剥がせるやつだね、はいはいはい、にゃんこのやつ、かわいい、うん、ありがとうございます、うん、スケジュール帳などにって書いてある。そして
なんだか順番がごちゃごちゃになっちゃいましたが、にゃんこのおやつ、ポンちゃんの好きなやつ、このチュール的なやつ、はい、大好きです。そしてよかった、ね、君たちこの瓶は見覚えあるぞポンちゃん用とジャン君用と、はい、毛を溜めとくやつでよく使っている瓶でございます。はい、ありがとうございます。そして梅昆布茶、美味しいやつ、美味しそう。あ、いいね、このぐらいの季節にこの梅昆布茶いいね、美味しいよね。うん、細切りにしてきゅうりなどと揉み込んでも美味しいですよ、はいはいはい、って美味しそう、うん、めっちゃ美味しそううちの好きなやつ。そして黒犬の好きなやつ、あ、もうすぐ食べるこれは、ポップコーン、飴のキャラメルのやつね、うん、そしてサイダーすぐ飲む。でもこれはちょっと冷やそう、いいんじゃありません冷やした方が絶対美味しいからね。はい、はい、そしてさっきちらりと見えましたが、それでこれを開けたけど夏用だね。そうなの、うん、ひんやり系のスイカ、スイカになってます。はい、スイカの名産地という曲が結構古い曲だというのをこの間知りましたがスイカのベッド、かわいいね、そしてひんやり系ですね、うん、この中にポンちゃんが寝てると似合うね。あ、そうだね、すごいよく見えるね、きっとね、赤に黒でね。そっか、真夏にって思ったけど、うん、もう暑いからいいのかな、そろそろ。そうだね、ね、はい、これで全部かな、うん、大丈夫ですね。はい、あ、これがなんだ、これさっきなんかあったの、うん、これがね、なんかね、よしよし、おもちゃなんかかわいい、触り心地がいい、カメレオンだね。いや、ね、青舌トカゲって書いてある、青い舌のトカゲ青舌トカゲを見たことがないけどはい、よく似てると思います。きっとジャン君が放り投げて、うん、これは多分ちょうど投げるのにいい感じの重さと柔らかさだね、うん、なんか来たぞ、来た、はい、来た来た、はい、来た、ポンちゃんチェック入りました、はい、ポンちゃんのチェックをいただいて今回もどうもありがとう。ポンちゃんこっち向いて、はい、はい、ありがとう。はい、そしてですね、ちょうど今もう一個届きました。追いかけるように別のものが届きました。カレーケチャップって、カレーケチャップ初めてだけど美味しそうかも。カレー味のケチャップってことかな、うん、ってことだよね。ケチャップの中にカレー粉が入ってるってことかな。逆にカレーにかけるケチャップかもよ。いや、カレーケチャップ、ドイツで愛されるカレーケチャップはカレーとケチャップを合わせたちょっぴりスパイシーで甘みもあるケチャップ調味料です、うん、なるほど。子供も大人も喜ぶカレーケチャップ、料理からおつまみまで楽しく お楽しみくださいというものなんだそうです。初めてケチャップ使ってみます。うん、美味しそうだよね、夏とかにいいよね。あと枝豆さんが来たよ。はい、枝豆、夏といえば枝豆でございます、ね、早いね。うちはまだね、そら豆しか買ったことないです、今のところまだね。はい、そしてこれはあ、ニンニク、あ、黒ニンニク、免疫あげます。ね、美味しいやつ、うちは3人とも好きです。お、なんだこれ、お、はほっほー、これは、なんだっけ、キムチ、あ、キムチ、うん、美味しそうです。なんかね、あの手作りっぽいのかね、うん、屋さんのやつだって書いてあるよ。それニンニクじゃん、お、国産じゃん、 初物なのでできれば冷蔵庫で保存してください。焼いてよし、すりおろしてよし、ほう、国産ニンニク、免疫あげます。すごいね、立派、すっごい立派。うちもさ、いつもさ、はい、なるべくあの国産のがいいなと思って、うん、
青森のやつを買うんだけど、素晴らしい、それよりすごい大きくて立派、ね、うん、肉厚です、うん、どうもありがとうございました。これを含めポンちゃんがありがとうって言っております。ありがとう。まだありました。これは下に引いてありました。ひんやりだね、うん、ひんやりのインコ、インコさんがひんやりするんだね。はい、じゃあこれはポンちゃんだね。ポンちゃん、ポンちゃん、あの、この下の方になっちゃったけど、そうそう、これ、開けてあげるから、ひんやりシートだから、後でね、うん、乗っかってください。これ、黒に黒、黒猫に黒猫になっちゃうけどね。このつながりになるよ。そうね、ポンちゃんが大きくなっちゃうね、はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました、いっぱい。お、出るか。あ、ポンちゃん、こっち入るかな。あ、ニンニクとかしたら入るんじゃない。あ、違うんですか。ポンちゃんさん、ポンちゃんさん。ということでした。ババンババンバンバン。はい、スイカの温泉に使っているポンちゃんです。ポンちゃんかわいい。はい、赤色によく似合います。スイカも似合い。そしてここ空いてるよ、ジャン君。ジャン君、ジャン君、ジャン君も入る。ジャン君、じゃあこれと一緒に入っとこう。ちょっとかわいい。かわいい、パンちゃん。夏だね。ねえ。すっかり気に入ってしまったパンちゃんですね。今日はずっとここで寝ています。パンちゃん。こういうのもあるよ。